あの仕立て屋さん知ってる？ああ、あそこの店だろ。店主が超凄腕って話だよな。そうそう、私もあそこの洋服欲しいな。レオンさんのお店評判になってる。やっぱりレオンさんはすごいな。なあ、あの仕立て屋アメリアじゃないか？アメリア・レオンマイヤー。アメリア？アダレットの服飾品評会で優勝したっていう？そうそう、確かコンクールで優勝した後フラッとどっかに消えちまったって話だったが。いやいや、いくらなんでもこんな田舎町にそんな人がいるわけないだろ。言えてら。そりゃそうだな、俺の勘違いか。アメリア・レオン・マイヤー？レオンさんってひょっとして。ですから、どうしてもアメリアさんに服をという依頼が入っていてですね。何度も言ってるけど、私はアメリアじゃなくてレオン、別人よ。いえ、依頼人の方があなたの顔をご存知でして、あなたは間違いなくアメリアさんだということです。そう、それでもお断りするわ。そういう気分じゃないの。しかしですね。帰ってちょうだい。レオンさん。あら、ソフィー、いらっしゃい。今日は何を見ていくの？レオンさんって本当はアメリアさんって言うんですか？あら、見られてたの。私はどうも都合の悪いところを見られるようね。そうよ、私の名前はアメリア・レオン・マイヤー。アダレットの品評会で優勝した凄腕の仕立て師なの。レオンは偽名よ。正体を知られたくなかったから。まあ結局バレちゃったけど。レオンさん、どうして？ごめんなさい、話したくないの。聞かない方がいいかな。あれ、誰だろう。はーい、レオンさん。ねえソフィー、一緒に散歩に行かない？あ、はい、いいですよ、行きましょう。あなた、夢ってある？はい、おばあちゃんみたいな錬金術師になってたくさんの人を助けたいって思ってます。あなたらしい素敵な夢ね。実は私にも夢があったのよ。レオンさんの夢聞かせてもらってもいいですか？ええ、私の夢はね、国で一番の仕立て師になることだったの。へえ、それじゃあレオンさんって夢を叶えたんですね。すごいです。そのはずだったんだけどね。え？どういうことですか？必死に努力してやっと品評会で優勝して国で一番の仕立て師になれた。夢を叶えることができた。でもね、そこには何もなかったの。夢を叶えてもちっとも満たされなかった。それでね、思っちゃったのよ。私の夢って何だったんだろうって。今まで何のために頑張ってきたんだろうって考えてたら、全部に嫌気がさしてきてね。アメリアっていう名前と立場を捨てて旅に出たの。そうだったんですね。ソフィー、あなたの夢を否定するつもりはないわ。でもね、思ってしまうの。
夢って一体何なのかしらね。風が冷たくなってきたわ。そろそろ帰りましょうか。はい。今日は付き合ってくれてありがとう、ソフィー。レオンさん、なんだか元気なかったな。夢か、難しいな。